ラムは、イギリス、マンチェスターで、ボーカルのルイーズ・ローデスとコンポーサーのアンディ・バーローの二人で1995年に結成されたバンド。ラップトップを使った、クラブミュージックをメインに、生のパーカションを多用するなどドラムンベースユニットとして知られる。ポーティスヘッドやビョークなどもよく弾き合い乱され、トリップホップやブリストル系の音楽としての認知が高い。 ルイーズは、それまで音楽雑誌やファッション雑誌で、カメラマンとして活動。一歩アンリは、両親の都合により、高校時代をアメリカで過ごし、そこで知った、ヒップホップミュージックから強い影響を受け、卒業と同時にレコーディングエンジニアのセミナーを受ける、ために、マンチェスターへ渡る。共通の友人を介して、スタジオで知り合った二人は、意気投合し、 ラムを1995年に結成させる。その後、二人で制作したデモテープがすぐにレコード会社の目に留まり、1996年にデビューする。この時、ルイーズ・ローズは29歳、アンディ・バーローは20歳。キャロール・キングやジョニー・ミッチェル、レナード・コーエンなどから影響を受けたというルイーズは、愛情や生きる喜びといったものを歌にしたいという考えが、 あった。しかし、アンディは、ダークで、愛情なんて、ほとんど感じられないような、ポップじゃないものを作りたいという正反対の方針があり、レコーディングをするたびに二人は、激しい討論を繰り返したという。そのため、ラムという音楽は、ブリストルや、ドラムンベース、ダークなエレクトロミュージックに通じる、破壊的で、暴力的なサウンドを持つと同時に、 歌詞に目を向けるとそこには希望や愛情、平和といった正反対の世界が展開されているという独自の音楽を得た。自分の変わった性質をうまく理解して使ってくれるのはアンディぐらいというルイーズと彼女のような変わった性質を持ったボーカリストと何かをしたいというアンディは方針の違いでぶつかりつつも4枚のオリジナルアルバムをリリース。2004年にベストアルバム。 2005年リミックスアルバムを発売。その後、ボーカルのルイーズは2006年にアルバム、Beloved One でソロデビュー、ついで2007年には、ブルームをリリースしている。コンポーサーのアンディは2007年に新しいボーカリストを招き、ユニットルナシーズを結成させる。ラムとしての活動は停止している。ありがとうございます。